ミソサザイ、ミソサザイ、ミソサザイ、学名トログロデュテストログロデュテス1758は、スズメメミソサザイかミソサザイ属に分類される鳥類の一種。ヨーロッパ、アフリカ北部、西アジア、中央アジアから、ロシア極東部、東南アジア北部、中国、台湾、朝鮮半島、日本にかけてと、北アメリカ西部及び東部で繁殖し、 北方で繁殖した個体は、冬季南方へ渡る。日本では、流暢として、大隅諸島以北に周年生息している。阿光山帯、鉱山帯で繁殖するとされているが、阿光山帯には属さない、宮崎県の池谷町の森では、繁殖期にも観察されており、繁殖していると思われる。繁殖期の一部の個体は、秋、春先にかけては、 低山帯や平地に降りて越冬する、氷鳥。全長が、約11センチメートル。翼海鳥が、約16センチメートル。体重7から13グラム。和名のサザイは、古くは、小さい鳥を刺す、サザキが転じた。また溝、谷川のサザイの鳥がなまって、味噌サザイと呼ばれるようになったとするがある。全身は、茶褐色で、 体の上面と翼に黒か主色の横半が、体の下面には黒色と白色の波状横半がある。私有動色である。体つきは丸みを帯びており、尾は短い。よく短い尾葉を上に立てた姿勢をとる。日本の野鳥の中でも、菊頂と共に最小種の一つ。常に短い尾葉を立てて、上下左右に小刻みに震わせている。名、名トロングロデテスは、 岩の割れ目に住むものを意味する。茂った薄暗い森林の中に生息し、特に渓流の近辺に多い。単独活害で生活し、群れを形成することはない。繁殖期以外は単独で生活する。早春の2月くらいからさえずり始める習性があり、平地や里山などでも2月頃に、その美しいさえずりを耳にすることができる。小さな体の割には、声が大きく。 高音の大変によく響く声で、チリチリリ,リ,リと、さずる。また地鳴きで、ちゃっちゃともなく。同じような地鳴きをする者に、うぐいすがいるが、うぐいすの地鳴きと比べて明らかに金属的な、鋭い声で、じじっと聞こえる。味噌サザイの地鳴きを聞いたことがある人なら、聞き間違えることはないほどの相違点がある。秋早春、場所によっては、両種が同じ環境で生活しているため、 初めて聞く人にとって、両種の特定には注意が必要である。食生は、動物食で、昆虫、クモ類を食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期は5から8月で、4から6卵を産む。放卵日数は14から15日、16から17日で、ヒナは巣立つ。一多再生で、オスは映像のみを行い、放卵、育数は、メスが行う。 味噌サザイは森の中の崖地や大木の根元などにコケ類や獣毛等を使って壺型の巣を作るが他の鳥と異なり、オスは自分の縄張りの中の2個以上の巣を作り移動しながらさえずってメスを誘う。ただし、オスが作るのは巣の外側のみで実際の繁殖に使用されるものは作られた巣のうちの1個のみであり、巣の内側はオスとつがいになったメスが完成させ、 また、巣自体にも特徴があり、通常のツボ巣は出入り口が一つのみであるが、ミソサザイの巣は入り口と出口の双方がそれぞれ反対側に設計されている。ラン、育成中の親鳥が外敵から襲われると中にいる親鳥は入り口とは反対側の出口から脱出すると言われている。ミソサザイ属、トログロデュッテスは以下の種に分類されている。ミソサザイ、 t とログロデュテスは以下の亜種に分類されている。国際自然保護連合 IUCN により2004年からレッドリストの経度懸念 LC の指定を受けている。日本ではアシュミソサザイ TT フーマガートスが以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。日本の東京都伊豆諸島の固有亜種であるモスケミソサザイ TT モスケは環境省及び 東京都のレッドリストで絶滅危惧 IV 類、円の指定を受けている。日本の沖縄県の大東諸島南大東島の固有亜種である大東ミ噌サザイ TT オリーは環境省及び沖縄県のレッドリストで絶滅 EX の種の指定を受けている。日本では古くから知られている鳥で古事記、日本初期にも登場する。なお古くは 佐々木であったが時代が、下り、佐々木、または、佐々木、味噌佐々木等といった。冬の季語とされている、季語一覧冬の季語。江戸時代の俳人、小林一佐が、味噌佐々一と言うても日の暮れ、ルルの句を読んでいる。1710年、宝永7年に、蘇生堂主人による鳥の飼育書の観光鳥で描写されている。西欧各国の民間伝承においてはしばしば、 鳥の王とされ、各国語における故障も、君主や王の意を含んだ単語が用いられる。グリム童話の味噌サザエと熊で鳥の王様と呼ばれていた。また、ヨーロッパコマドリとタイになって現れることも多い。かつてはヨーロッパコマドリがオス、味噌サザエがメスだと考えられており、神の温度り、神の面鳥として伝承中では夫婦とされいた。また、イギリスでは、 ヨーロッパコマドリが新年の魂を、ミソサザイが旧年の魂を宿しているとして、クリスマスや翌12月26日の聖ステファノの日に、ミソサザイ狩りが行われていた。森の王に立候補したミソサザイが、森の王者イの獅子の耳の中に飛び込んで、見事にイノシシを倒したものの、誰も小さなミソサザイを森の王とは認めなかったという空話が有名である。また、 味噌サザエは、アイヌの伝承の中にも登場する。人間を食い殺す熊を退治するために、鶴屋は足も尻込みする中で、味噌サザエが先陣を切って、熊の耳に飛び込んで攻撃をし、その姿に励まされた他の鳥たちも後に続く。最終的には、サマイクル神も参戦して荒熊を倒すという内容のもので、この伝承の中では小さいけれども立派な働きをしたと、サマイクルによって、 味噌サザエが称えられている。わしと味噌サザエの童話の題材とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。